あなたが辺鄙な田舎にいるとき、何かが起こります。空を見上げると、それが不思議な黄色の色調を帯びていることに気づきます。突然、恐怖の思考が頭をよぎりました。黄色い空は接近する竜巻の兆候ではなかったでしょうか。ああ、でも慌てないで。これが本当にそうかどうかを確認しましょう。空が黄色く見える理由はたくさんあります。塵の嵐、花粉、大気中の煙。黄色い空が必ずしも竜巻が来ることを意味しているわけではありません。実際、どんな種類の嵐の雲でも空が不気味な黄色に見える原因となることがあります。雲は太陽から来る短波の青い光を散乱させ、それにより空が黄色く見えることがあります。したがってこの色の空は必ずしもハリケーンや竜巻の兆候ではないのです。最悪の場合、あなたが準備をする必要があるのは通常の雷雨かもしれません。黄色い空がいくら不気味であっても、それが世界の終わりを意味するわけではありません。この現象の原因を知るためには、地元の天気予報を確認してください。砂嵐、花粉、ノビについての記事を見つけたり、嵐の警報などが報道されていれば、大体何が起こっているかを知ることができます。また、アメリカ中部や他の竜巻が多発する地域では、雷雨の最中に雲が緑色に変わったら、それが竜巻が来る兆しなので、地下に避難しろという知恵が伝わっています。しかし、科学的に言うと、必ずしもこれが正しいとは言えません。緑色の空は単に強い雷雨を意味するだけかもしれないのです。過去15年間の間に科学者のグループは空が緑色になる雷雨を調査し、その観察を記録してきました。彼らは緑色の空がしばしば悪天候を伴うことを確認しています。しかし、氷や竜巻との直接的な関連性は見つかっていません。緑色の空は現実のものなのか、それとも光が地面から空へと反射しているだけなのかという疑問に対しては、科学者たちはまだ確固たる結論を導き出せていません。しかし、多くの専門家は空気中に含まれる水分に着目しています。これらの微細な水の粒子は光を屈折させ錯覚を起こす可能性があると指摘しています。このような微粒子は赤い光を吸収するため、散乱光は我々には青く見えます。そしてそれがある特定の時期、例えば日暮れ時になると青い光は緑色になるのです。また世界各地で空の色が奇妙に変化するケースも報告されています。その一部をここで紹介しましょう。例えば2019年10月12日に日本で観測された鮮やかな紫の空という現象です。これは散乱現象として知られ、恐ろしい嵐の前触れとなりました。その後、中心部で最大時速約 160km に達する台風が上陸しています。2022年5月7日、中国の周山地域では空が血のように赤く変わりました。その景色は本当に恐ろしく、多くの人々をパニックに陥れました。しかし、地元の気象局はこの赤い空について恐れることはないと説明しました。この現象はおそらく港に停泊する船からの光の屈折と散乱が原因であったと考えられています。雲の他にも私たちの頭上に広がる空には様々な現象が見られます。これらの現象は科学的には光気象と呼ばれています。これらの視覚的な現象は、太陽や月からの光が地球の大気中の何かと相互作用するときに現れます。光気象の中でも皆さんが最もよく知っているものの一つが虹です。虹は太陽の光が雨や霧などの水滴を通過するときに形成されます。一方、月光は虹よりもはるかに暗く、色が淡いか全く存在しない場合があります。あなたが空で見つけるかもしれないもう一つの現象は、太陽や月を取り巻くハロです。大抵それは私たちの恒星である太陽や地球の天然の衛星である月を中心に光り輝く白い輪として現れます。時としてハロの内側には赤や紫のリングが現れることがあります。ハロは太陽光や月光が大気中に高く浮かぶ氷の結晶によって屈折あるいは反射されるときに見られます。光の強さによって太陽のハロは月のそれよりも一段と鮮やかに見えます。虹の紫の外側にさらにいくつかの細い帯を目撃したなら、それはスタッカーレインボーという現象です。
空中の水滴が微細であればあるほど、そのような帯は広くなり、色彩が薄れていきます。太陽の片側あるいは両側に現れる明るい光はサンドッグまたはパーヘリオンと呼ばれる現象です。この現象は氷の結晶が太陽光を屈折するときに生じます。その光は玉のようにも色がついた状態で見えることもあります。多くの場合それらは外側が青く内側が赤く見られます。あなたの影を中心に小さな虹のような輪が現れたなら、珍しい現象に遭遇しましたね。これは逆光の状態でしか見ることができません。これは山登りをしている時や飛行機の影が雲に映った時によく観察されます。次にオーロラについてお話ししましょう。この壮大な現象は北半球で発生すると北極光、南半球で起こると南極光と呼ばれます。オーロラは地球の上層大気で発生し、高速で動く太陽風が地球の磁気圏と呼ばれる磁場に衝突することで引き起こされます。オーロラが取る形状は様々で、弧を描いたり明るいカーテンのような形を取ったり、斑点や帯状だったりとバリエーションに富んでいます。年に3回か4回だけ夜空に巨大な明るい球体のように見えるスーパームーンを観察することができます。これは通常の満月よりも 13% 大きく 30% 明るいのです。この現象は月が地球に最も近づく地点に達した時に観察できます。大きくてオレンジ色のハーベストムーンは秋の始まりに近い時期に空に現れます。電気がなかった時代、農民たちは深夜まで作物を収穫するために満月の光に頼らなければなりませんでした。そこからこの名前がついたのです。この息を呑むような光景を見てください。これらの雲は降彩雲と呼ばれ、雷雨の後に面のような積乱雲の上に形成されます。積乱雲は低層の雲で、通常は高度2000メートル以上にはできません。これらの中の水蒸気が凝縮すると、水滴がプリズムのように働き、雲の上に多色の帽子のような形状を作り出します。霧虹はほぼ白く、内側は淡い青、外側は淡い赤として見えます。暖かい空気が冷たい水と接触する際には、水面付近で霧虹が発生する確率が高くなります。また太陽が明るく霧が薄くて、光が通過するのに十分な場合にもこの現象は起こります。皆さんは空で巨大な丸い円盤を見たことがありますか？それはおそらくレンズ状雲と呼ばれるものです。これらは通常山や丘のような大きく高い場所の上に形成されます。強い風が何か障害物にぶつかると、これが気流を生み出し、風がそれを覆い隠します。そしてその障害物が高いほど、それを越えて上昇する空気は寒くなります。そしてある時点でその空気が含む湿度は水滴に変わります。そしてそれがこの珍しい雲を形成するのです。レンズ状雲は波、ピザ、あるいはパンケーキの積み重ねのように見えることがあります。次に紹介する現象は私にとってはちょっと怖いものです。ボールライトニングとは、小さな光の玉でそれが空中を浮遊します。その色はオレンジ、黄色、あるいは赤という場合も。このボールライトニングは時に空から降ってくる場合もあります。また他の場合でも、何もないところから突如現れ、地上数メートルの高さを浮遊します。熱は発さず、音もあまり立てません。ボールライトニングは物体に当たると跳ね返ることがあります。そしてテレビのような電気を帯びたものに出会うと、通常は静かな破裂音とともに消え、後に硫黄の匂いを残します。しかし火事や爆発の原因にもなる可能性があるため、注意するようにしてください。科学者たちはこの現象は雷雨によってもたらされるという仮説を持っていますが、まだ確たる証拠はありません。